はい、冒険家の皆さん、こんにちは。ここではですね、Google フォームを、ポートフォリオとしてどう使うかということをちょっとご紹介したいと思います。ちょっと最近よく聞かれるので、そのやり方をご紹介しますね。基本的なやり方は、これをですね、ポートフォリオの、この Google シートにこうやって、みんなまとまってくるので、それをですね、こうやって、タブごとに分けて、見せるといいということです。例えば、もう一回見せますが、ここが最初に皆さんの回答が集まるところですね。で、それとは別にタブを作って、このタブではこの1番の池本さんのだけの内容があります。そして、こちらのタブでは2番の新谷さんだけの、答えが、フィルターをかけてですね、このように入っているというわけですね。はい。で、ここではもう一人ですね、3番目の、寺本さん。この、タブを作ってみたいと思います。これを作るには、この、アッドシートですね。これを押します。はい。それでそうすると、新しいシート4になっていますから、名前を、3寺本に変えましょう。3寺本。はい。これで新しいタブができました。で、ここでですね、コピペでもいいんですが、ここではイコールクエリーというのをご紹介しますね。クエリー、あ、間違っちゃった。クエリーと、あ、おー。はい。で、クエリーという関数、これも呪文だと思っていいです。で、これはですね、ここで、範囲を指定すると、その指定した範囲がここにダーッと一覧表示されるという意味ですね。コピペよりいいのは、元のデータが増えてくると、つまりですね、新しい、Google フォームの回答が、新しい回答が来ると、それが同時にこちらにもコピペされるという、その点が普通のコピペよりも優れています。で、はい、クエリーという呪文を入れて、その範囲をまず示すんですけど、で、ここでは、こういうふうにですね、どこでもいいんですけど、このシートの1から、A1 からずっとこういうふうにいって、ここではそうですね、ちょっと100ぐらいまで入れておきたいと思います。もちろん、実際には何人ぐらい、何人の、学習者が何回回答するかを考えて、それで、これが C の、つまり、縦の桁なので、10人が10回回答するだけだったら100でいいですけど、40人が10回回答するんだったら400とかですね、そのぐらい数を増やすといいと思います。はい。で、こうやってイコールで、括弧を閉じて、もう一回見てみますと、ここにですね、こうやってクエリってここに入れただけで、こちらがこんなふうにたくさん、最後までデータが入りました。今41まで入ってますね、データがね。はい。それで、じゃあここにですね、どうやってこの寺本さんのだけを、初期表示すればいいかっていうと、データのですね、フィルターっていうのをやればいいんですね。はい。Create Filter。はい。で、ここでは、この名前のところを寺本さんだけ選びたいですね。なので、今3人とも全部チェック入っているので、これクリアにして、寺本さんだけをチェックして、OK。こういうふうにするといいですね。もうこれだけで、こういうふうにですね、こんなに皆さん混ざっているデータが、一人一人、フィルターをかけて、表示することができるわけです。で、学習者の皆さんには、この URL を、紹介すればいいんじゃないかと思いますね。はい。で、これがですね、例えば、一人一人に、URL を見せるんでしたら、こういうふうにしてもいいです。これをですね、ファイルから、ウェブに、あ、これですね、はい。ウェブに、ウェブとして、公開するってやつですね。で、これを、この滝本、寺本さんに関しては、この寺本さんだけの、この一つのシートをですね、共有すると、他の人の、例えば池本さんとか、新谷さんとかですね、そういう他の人のデータは見られないで済みます。はい。で、つまりこれだけですね。で、この、URL を、メールとかチャットとかでシェアして、それをこういうふうに送ると、はい、この寺本さんは自分の、振り返りがこんなふうに、見られるというわけですね。
はい、それでは、私からのご紹介はここまでにしておきます。はい、そして冒険は続きます。